どうもゆうすけの YouTube。 今日は最高な仲間というか、もう親戚っていうか家族みたいな人が、ゆうすけお友達野球で100人できるかなという勝手な私一人で盛り上がっている企画のメンバーにこの人をお呼びしました。どうぞ。イエーイ。こんにちは、小泉孝太郎です。ありがたいね、コーチ。急だね、オファーも。ゆうすけだからね。もうずっと野球少年だったんですよね。そう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 。この人とはもう腐れ縁といいますか、もう3歳からの40年近い付き合いですよ。そうね、長いね。だから横須賀の思い出もたくさんあるんですが、いっぱいある。いつかさ、夢というか、何かこの先何年後か何十年後か分からないけど、僕のお友達みんなで少年野球とかさ、スポーツを愛する人たちとかにこう恩返しというか、そういうことをできたらなと。地元にね。はい。いや、そうなれたら素晴らしいことなんじゃない？いいよね。こうやって僕ら芸能界で仕事させてもらって、それをいつかこう地元横須賀に何かの形でスポーツを通して、そうね、いろんなものを通じて恩返しできる、そんな風なね、大人に自分が慣れたら、いいよね。嬉しいし。だから横須賀でも試合やりたいね、いつか。いいね、横須賀で試合とかいいね。今どこがあるの、球場？横須賀スタジアム。横須賀スタジアムってあれもベイスターズ。オッパマラダメか。オッパマラ。あ、そうか。でもできるんだ。オッパマラだからまだできるんだ。できるんじゃない？あそこ。そうか。ちょっとね、詳しく。横須賀球場でもやりたいな。そういうことで、もしよかったら横須賀に足を運ぶ方とか、もしね、横須賀に住んでいらっしゃる方がこれをご覧になられてたら、横須賀のおすすめ的な、場所というかものでもいいし、景色でもいいし、なんかある？こっちに。そうだね、まず横須賀といえばこの三浦半島の中にあるから、一つ言えば下ってく。そう、横須賀って俺海も好きだからね。海めちゃくちゃ綺麗なの。横須賀の海めちゃくちゃ綺麗よね。だから横須賀も東と西で、ゆうすけの方の生まれ育った浦賀のね、東京湾側の海と比較的、あと逗子に近い葉山とか相模湾側、東と西の海の表情が違います。先っぽなんですよ、三浦半島ってね。横須賀の下が三浦市で、その下にまた岬があるんだけど、その海に囲まれた横須賀市。一番好きな海、逆にコーチン。いや、難しい。コーチンも横須賀って一番好きな横須賀の一つはやっぱり忘れられないのは、マボチョク、通称ね、マボチョク。はい、私もともと生まれはマボリですから。あ、そうだね。もうマボリ海岸の走り水のこのねカーブ、あそこら辺の走り水海水浴場、ほんとちっちゃい海水浴場だけど、カーブの左入ってたところ。そう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 、あれはね、僕知ってるね。俺、ゆうすけ物語でも使ったから。使った。あそこのほんとちっちゃいもう海水浴場なんだけど、そこは子供の頃バスで行ったりとかして好き。やっぱり走り水のなんか、あそこ一番じゃあ3つ。あ、そうか。じゃあ1つだともったいないから、あと1つぐらい。じゃあそっちが、じゃあ逆サイド行こうかな。そうすると西の方面だと、空き家とかね。うわ、行ったね。もうベル連れて、もうちょっと行ったらこの人の犬の散歩によく2人で行ったんですよ。もうちょっと行くと葉山のご予定でね。わかります。そこの葉山町横須賀市の境ぐらいって好きだね。ご飯も美味しいしね。美味しい美味しい。あそこ、そう、あそこレストランドンってあるんだけど、それも最高だから。ドンってレストラン。そんなお店まで行っちゃって大丈夫？大丈夫。そこ行ってもいいの？見てる人が行ってドンおすすめ。俺はゆうすけ違うだろうな、また俺とは。そうな。でも今空き家すごい人気だからね。人気。ちょっとコーチに、いや、本当2人の思い出が結構空き家にあって、そうだ、それ言われちゃったから。僕やっぱあそこかな、米軍が見える、今大英じゃないわ、ああ元大英修理駅の、うん、アメリカの基地の近く基地が見える、うん、だからユースケが言うの JR 横須賀駅の近く、そう JR 横須賀から修理駅に向かっていくあの通りの公園から見える、まあ、ベースとか潜水艦、米軍を見ながら歩くあそこの景色が、もともとあそこにプールあったの覚えてる？昔ね、もう本当に昔の小学校にあるようなんでしょ、汚いって言ったりしてる。いやいや、すごいさ、昔だからいいけど、汚いっつって、本当文句言ってるけど、そこでうちのおじいちゃん働いてたのやめなさい。監視員やっとんねん、うちのおじいちゃん。あそこ界隈ってね、英語堂のおじいちゃん、あそこ夏休み、天国で怒ってる今、おい、小太郎って。そこの監視員をやっていたのがうちのおじいちゃんでございます。で、あとね、長浦のプールでもやってたんだけど、あそこのヘミの、あそこ何プールって言ったっけな、臨海プールかな、本当に、でも、いや、ヘミのしおりのあそこの臨海プールで、コーチがやってる臨海プールは、ヘミショーってプールがなかったの。だからあそこに夏に何回かプールの授業に行って、水泳を習うっていう夏休みの思い出があったりするから、今もちろん綺麗になってて、すごくいい景色がこうバーって左側に流れてるんだけど、横須賀駅って唯一ね、段がない JR 横須賀駅、そう、階段がない駅だからね。そこから横須賀駅で降りて、そのドブ板通りまで歩いていく途中にちょっとまあ5分10分ぐらいかな、いいコースなんだよ。それが左側にこう海を見ながら、ベースを見ながら歩いていただき、それがなんか横須賀っぽいかな。わかる、うん、もしかしたら一番横須賀っぽいとこかも、うん、なぜならアメリカの基地と同時に、あれは自衛隊も見えるから、確かに、うん、自衛隊が持ってる、そうか、海上自衛隊の方かな、うん、うん、今遊覧船あるから、ベースの方をぐるーっと回る、あ、軍港クルーズでしょ、そうそうそう、あれに行けないんじゃないですか、軍港クルーズ、チケットは予約すると取れるみたいなので、大人気なんだよね、あれね。もうちょっと先行くとまた三笠公園とかあってね、猿島が見える景色もいいんだけど、なんかやっぱせっかくだからベースを見てほしいな、ザ・表の横須賀みたいなさ、その横須賀らしさはぜひとも、せっかく来た今行ったユースケのルートはおすすめだと思う。綺麗な海見になったら、もちろんそこも汚くはないんだけど、高知が行ってる海だったり、空き家だったり、走り水だったり、あそこら辺のずっと海沿いが綺麗だから、そちらの方もご覧になっていただきたいと思います。さあ、ということで、高知最後に私から、何これで終わりじゃなく、仲間として友達100人できるかな。本当に？はい。ユニフォームの背番号？はい、5人目でございます。ありがとう。嬉しいよ、これ、正直。100からどんどん96番。96番。はい。一番最初が監督兼選手だった谷繁さんが100番で、ミケタもらったの初めてだよって言われた。見てたね、あの人18歳で高卒でドラフト1位で一番最初にもらったのが背番号1なんだって、すごいよね。第1号として谷繁さんいいですか、100番。まあ見てたは初めて。そうですよね、当たり前ですね。背番号もらうってなんかこうドキドキするよね。ドキドキする、思い出すもん、初めてもらったユニフォームとか今でも覚えてるもん。そう、うん、分かるわ、俺もすっげえ覚えてる。嬉しい、よかったら背番号これ取っといて、何かあった時みんなで横須賀でね、これ入れるように頑張ります。ありがとうございます。はい、じゃあコーチでした。ありがとうございます。ありがとうございました。